ユタと不思議な仲間たちは、作家、三浦哲郎の小説、座敷わらしといじめを題材にしている。1974年に NHK により、テレビドラマ化、また1977年に劇団四季によってミュージカル、ユタと不思議な仲間たちが作られている。1971年11月、新潮社より観光。1981年8月、 毎日新聞社より再刊。東北ののどかな村に東京からの転校生、ゆーたがやってくる。しかし、新しい環境に馴染めず、対策をはじめとする村の子供たちからいじめられる毎日。そんなゆタたを見守っていた虎吉爺さんは、ある日、村に伝わる座敷わらしの話をする。ゆタたはよ、決して言い伝え通りに、 満月の夜に大黒柱のある古い家に一人で泊まることに、そこへ座敷はらしいが姿を現す。座敷はらしいと友達になり、時間を共有することで、行きたくても生きられなかった座敷わらしたちの思いに触れ、ユタは少しずつたくましくなっていく。座敷わらしたちと体も鍛え、村の子供たちに受け入れられていくユタ。しかし、 仲間ができたユタにやがて別れの時がやってくる。NHK 少年ドラマシリーズの一つとして、1974年5月6日から8日に放送された。1話25分、前3話。フィルム作品。前編を1時間に再編集したものが昭和49年度芸術祭に出品され、テレビ部門ドラマの武優秀賞を受賞している。この再編集版は、 出品時と受賞時に再放送された。なお現存する映像は、この再編集版のみ。2001年11月18日には、NHK アーカイブスで再放送された。舞台は番組中に固有名詞は登場しないものの、岩手県北部の近代地温泉。この山村にも、開発の波が押し寄せ、座敷はらしいが去っていく。東京と青森を結ぶ。 大きな道路を作ってるのセリフがあり、八戸自動車道の工事が始まった時期でもある。1977年に劇団四季により子供のためのミュージカルプレイとしてミュージカル化。当初のタイトルはユタと不思議な仲間たち。1984年にユタタイ座四季わらしと少年の不思議なミュージカルマイナスというオリジナルミュージカルとなる。その後、台本。 音楽の再検討、振付、装置、衣装などの一新、南部弁の再取材、さらにレーザーやフライングなどを加えて改良され、1989年に、ユタと不思議な仲間たちと会談、現在に至る。現在でも再演時に演出などの変更が行われている。2011年5月29日、東日本大震災で都内に避難している被災者35組85名を、 無料招待。また、7月下旬から8月下旬にかけて、岩手県、宮城県、福島県で、地元の子供たちを無料招待して、巡演を行った。友達は、いいもんだと、生きているって素晴らしいわ。当時劇団四季に所属していた俳優陣による歌唱で、2曲収録でシングル発売された。A 面曲の、友達は、いいもんだは、かがた市村まさち くのあやのりこ、すえつぐみさおによる、ユニット、フォーシーズンズが歌唱しており、B 面曲の、生きているって素晴らしいはヒシアコうに、いの収さみが歌唱している。友達は、いいもんだわ、トランザムの歌で、NHK、みんなの歌でも使用された。その他、1979年に、若郷地越郎、2008年にベビーブー、2010年に、小原隆史、2011年に、 クレイジー剣ンバンドによりカバーされた。子供向けのオムニバス版などでは、ひばり児童合唱団、杉並児童合唱団、宮内涼、小板橋恵里子、ヤングフレッシュなどによる歌唱もある。エンディングに歌われる、夢を続けては1989年に森進一によりカバーされた。ありがとうございます。